村上さん、はい、行きましょう。来てますか。今日はですね、ドアラ先生もついに、つば九郎に触発されたか、連続技で来ました。はい、まずは名古屋市東区名古屋ドームにお住まいのドアラさんの作品です。こんなマスコットは嫌だ、なかなか見つからない。やだな。常に犬と一緒。犬。耳大きめ。自分のことじゃん。自分。自虐が自虐だ。めちゃくちゃ自虐。でも確かにね、マスコットいると思って楽しみにして球場に行ったのになかなか見つけられない。これちょっとねおかしいな。ドアラはさっきあそこで見ましたよっていろんな人がどっかでは見てるけど、どこにいるかは分かんないっていう、続きまして、はい、東京都青山在住、長いものにはすぐに巻かれるマスコットというラジオネームのつば九郎さんからです。つば九郎、こんなマスコットは嫌だ、仏滅を気にする。お金に汚い。お金汚い。税金を滞納している。何かと蓮舫議員に叩かれる。今ウーバーイーツでバイトしてる。警察24時にモザイク入りで出演したことがある。わかるわ。モザイクじゃ消せないよ。もうでかいんだから。色味とかでわかっちゃうんだ。はい、面白いな。ドアラ先生、仏滅を気にするマスコットやだな。今日仏滅だから出んのやだ。すいません、今日ちょっと仏滅なんで。お先に失礼しますって言われちゃうと。自由。いや昔ね、そういうの、あの方角とかさ、はい、誕生日とか決議方好きな監督いてね、必ず使う選手なんだけど、監督がしたこと、今日お前日が悪いから使わねえかもしれねえなって言った監督いたよ。いるんすね。うん、あんまり長く続かなかった。確かに本当にあるんですね、そういうのって。そういう監督、絶対抑えで使う選手に今日日が悪いから使わないって言って、マジって本人めちゃくちゃ調なのに今日っていうね、よかったのに日が悪いっていう理由じゃどうしようもないですもんね。そういう采配もあるんですね。すごい、はい、ということで、つば九郎ドアラありがとうございました。このコーナー次はですね18時台にお届けします。皆さんまだ間に合います。この後ホームラン賞を決めたいと思いますので、こんなマスコットは嫌だ、まだ送ってください。はい、宛先はメールドラアットマーク都会レディオ .co.jp、 ファックスは 052-961-0077 まで。77、最後だけ漢字なのかな、だから77。どうや、生ってボタンがあんの、その電話に。77、米の下にあります。米印の下に。ほらほら、生印あったっけな。またはツイッターでハッシュタグドラステをつけてツイートしてください。ファックス番号もう一回ちゃんと言っておきます。052-961-0077 でお待ちしております。ありがとうございます、村上さん。以上、デラスキ場内ホームラン第2部でした。